日本学生陸上競技対抗選手権大会は日本学生陸上競技連合が主催する日本の陸上競技大会である。日本学生陸上競技連合に加盟する大学陸上競技部による対抗選手権大会であり、種目ごとの個人成績とチームによる総合成績が競われる。開催時期は例年9月。男子は天皇支配、女子は 秩父の宮妃支配として開催される。日本インカレが正式な略称である。小田紀清吉岡隆則1927年、当時の全国学生陸上競技連合と大学専門学校陸上競技連盟が競技を行い、全国規模の陸上競技大会をしようと、1928年の日本学連発足と同時に第1回大会が東京、 神宮にて開催された。1941年に開催予定だった第14回大会は戦争のために中止となり、1943年から1946年まで戦争のため開催されなかった。第16回大会までは男子の部のみの開催であり、1948年第17回大会から女子の部も行われるようになった。 女子の部は開始翌年の1949年第18回大会が開催されなかった。第1回大会は18種目が開催された。小田美紀夫が110メートルハードル、総幅飛び、三段飛べの沖田義夫が、砲丸投げ、ハンマー投げ、円盤投げのそれぞれ3種目優勝を飾り、早稲田大学が総合優勝した。小田は、 1> 第1回第3回大会の総幅飛び、3段、飛べにて3年連続優勝を飾り、吉岡隆則は、第3回から6回の100メートル200メートルにて4年連続優勝を、果たした。同一種目の最多連続優勝は、国士舘大学、国士舘大学大学院の堤裕二による、第77回第82回の男子円盤投げ6年、連続優勝である。 男子棒高跳びでは、早稲田大学の西田周平が、第1回第5回を、慶応義塾大学の OSAO は、第6回第10回を、それぞれも連覇した。4年連続優勝には、順天堂大学の宮下俊夫による、第37回第40回の男子5000メートル、日本体育大学の石井隆による、第42回第45回の男子1500メートルなどの、記録が残されている。 第76回第79回大会では、男子100メートルで、襟口ぐただし、女子100メートルで、高橋桃子が、それぞれ4人連続優勝を飾った。男子長距離種目として、第21回大会から第45回大会まで 20km が、開催されていたが、翌第46回大会より 30km に、距離が延長された。 1988年代57回からは 30km に変えてハーフマラソンが施行され、ジョセフ・オツオリが施行者年度の優勝を飾った。ハーフマラソンは2004年代73回大会を最後に廃止された。会場は例年原則として国立霞ヶ丘競技場陸上競技場であったが、昨今は横浜国際総合競技場や一部種目は、 日本体育大学横浜竹次第、陸上競技場等も使用されており、流動的である。2009年第78回大会まで、天皇玉の倍として開催されていたが、翌2010年の第79回大会より、天皇玉の酒に改められた。ユニバーシアードの開催年は、日本代表選手選考会を兼ねている。参加標準記録は、 各地区のインカレよりも高く、レベルこそ高いものの、これまでの大半の総合優勝は、関東学生陸上競技連盟所属の大学によって占められている。近年は開催時期が9月から7月、6月、そして2008年は再び9月と目まぐるしく変わっている。これは、箱根駅伝を頂点と考える関東の大学の長距離関係者の影響も大きいが、逆に、 一般種目を抱える多くの大学からの反発の声を受け、再び9月に戻した格好になっている。しかし、関東学連所属の内箱根駅伝予選会へ出場する大学が夏合宿を優先してエントリーすらしない場合さえあり、日本学連主催の一大大会が箱根駅伝を抱える関東学連によって内容を左右される現象も起きている。 各種目ごとに成績に応じて得点が与えられ、その合計得点により、各校の総合成績が決定される。1位8点、2位7点、8位1点と、各種目の1位から8位までの入賞者に8点から1点までの得点が与えられる大会記録は、天皇支配第83回日本学生陸上競技対抗選手権大会の大会結果をもとに作成した。 指定された有効期間内に標準記録を突破した選手に対して当該競技の出場資格が与えられる。種目ごとに格校最大3人が出場可能な定員であり、このうち標準記録 A を持つ選手は格校最大3人まで標準記録 B を持つ選手は格校最大1人まで出場ができる。また、関東学生陸上競技対抗選手権大会の ような地区委員レの各優勝者が当大会の標準記録を突破していない場合は参加標準記録 C とみなされる。B と C の選手が混在することはできない。参加標準記録の有効期間は年によって異なるものの、概ね大会前年の1月1日から大会の1ヶ月前の定められた日までが指定される。 100m、100 200m、400m、100mH、110mH、400mH、400m 400リレーの記録は、電動掲示により計測されたもののみが有効な、標準記録として扱われる。一例として2012年代81回大会の参加標準記録を一家に示した。ありがとうございます。